最近の話題からですが、前少し触れたかもしれませんがまあ図はちょっと前のものですけども JN1 ですねあのコロナの変異種ですね中国でですね、白肺炎あるいは,あるいはマイクコプラズマ肺炎等が流行しているということは去年11月ごろからお話ししていたかと思いますけれども中国政府がですねまあそういう、い ことを東京に言ってるわけけですけどもなかなかコロナと認めて、えー、認めたがらないわけですけども中国で非常にあのー、患者が増えたというかあの流行をした後案の定ですねあの旅行者と止めなかったですから、えー、案の定米国でですね、えー、この JNN 株が増加中ですねこの紫ですね非常に大きなシェアを占めてるとこれも米国ですね。これが11月25日時点 去年これ11 2月9日時点ですねこれ1月1日11 11月11日ですけども時系列を追ってこの紫の部分が増えてるということですね。で今現在今現在といいますかね、えー、これはいつですかね年が明けましてですねアメリカでは44%ぐらいがこの JN1 になって日本でもですね新規の感染者に占める割合が31%に。 なっているという報道がありますねどういうことを言いたいかと言いますとですね中国でなかなかコロナと認めなかったけども、まあ、大流行してるとでそれがアメリカへ行ってそれから日本にも来てるということで,で変異株なんですねご存知のように変異株はワクチンでですね今打ってるワクチンでも予防できない変異していきますからね。でえー 要するに自己免疫が必要なんですけれどもまたこれに対応するワクチンを作らなきゃいけないとかですねという話が出てくるわけで常に我々はこういう事象が起こるとですねどうねそう展開していくかということを危惧しなければいけない状況に置かれてるんですけども実はこの前ご紹介したザリアル・アンソニー・ファウチですね えー、ケネディジュニアが書いた本ですけどもこれの中間までがあの今あ出てて皆さんも手に入る手に入れることができると思うんですけれどもそこにですねこういうようなまとめがあるそれをちょっと強合していきたいのはなかなかですね実は上中下揃うとですね膨大なページ数なんですね。 で全部その読みきれない部分を皆さんあるかと思いましてですね、でその中間のですねこの真ん中あたりにですねファウチですねファウチ博士がですね新型コロナウイルスの流行で世界に示した戦略はこうだというまとめがあるんですねでその戦略を開拓しそれによりファウチ自身のキャリアを築いたということがはっきり書かれてまして。 ななかなか時間がない方のために,方のために、ね、そこだけちょっと要点だけお話したいと思うんですが戦略が30あるって言うんですねでこの3年間をちょっと思い出しながらお聞きいただければと思うんですけどもえ最初か